はいどうもこんにちは、こんばんは、レオンとかまぼこです。はい、ということでお久しぶりの方はお久しぶりです。初めましての方は初めまして。久しぶりではありますが、デュエルマスターズに僕らが帰ってきました。はい、はい、デュエルマスターズプレイズプレイズプレイズどっちだっけ、プレイズだった気がする。はい、を、やっていくんですが、はい、今日はまあ、チュートリアルとかね、その辺見ながらどんな演出があったりとか、はい、どんな画面なのかみたいなのを見ながら、はい、ああだこうだね言っていこうかなと。はい、で僕はねちょっと先に触ったんですよ。はい、まあ進行役をやろうかなと思ったんで、で鴨岡さんはもう完全に新規。完全新規。でこの後にダウンロード入るんですけど、そのダウンロードだけやってもらった感じで、はい、チュートリアルはまだ触ってないからね。それを鴨岡さんにやってもらって、はい、まあリアクション役かな、うんうん。いい感じのリアクションを取ってもらおうかと。はい。はい、そんな感じで大丈夫？はい。リアクション自信ある？はい。はい、はい、ではまあ早速やっていきましょうか。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、はい、こんにちは。ね、これね、これ最後まで読むと思うじゃん。プロボイスじゃないんだ。そうそうそう、俺も待ったんだよ。こんにちはの後ナビゲーターのルピコですまで言うのかと思ったら全然言わねえから。あ、でこれ元ネタはあれなんだね、うん、コルピアだね。ああ、そう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 、うん、ココルピアもね、カードとして今回入ってるから、うんうん、じゃあどうぞどうぞ。はい、うん、読んでくれていいんだよ。あ、なんだ、この世界を案内したりトレーニングのお付き合いをしているといろいろお世話させていただきます。はいはい、よろしくお願いします。はーい、はーい、懐かしい。うん、読まないのね。デュエルマスターズ、通称デュエマ。デュエマは一対一で戦う激熱なカードゲーム。激熱激熱じゃなくて激熱なカードゲーム。激熱でしょ。ここデュエマシティでは全国のプレイヤーが日夜デュエマの腕を競い合っています。はい、まずはルールと操作方法を覚えましょう。はいはい、行こう。簡単な説明にしますので、でも詳しい説明にしますか。ここね、そう、簡単だと5分、じっくりは15分って書いてるけど、さすがにね、ゲームやってた人間だから、はい、簡単でいいでしょ。まあ、さすがに、うん、うん、そうですね、簡単にしましょうか。あの動画が15分になるのもちょっとどうかと思うし、はい、うん、簡単で、はい、はい、まあ、どんな感じの操作なのかなとか、はい、うん、じゃあ、OK で。こちらで、うん。お、ザバーン先生だよ。ロッコス7000ダブルブレーカーってさ、以上、今のカードで考えるとね、すごいよね。それじゃいきなりゲームスタート。いきなりだよ、いきなりゲームスタート、うん、あ、なんか UI の方はいい感じですね。うん、うん、UI って何ですか。ユーザーインターフェースです。はい、はい、まずマナチャージから。はい、はい、で、マナなんだけど、まずここルールが紙のデュエマとはちょっと違うんだよね。まあ、とりあえず、指示通りにやってみて。ドローは？ドローはね、先行はね、ないんだよ。あっ。おい、久々すぎて。そうだった。うん、うん、はい。じゃあ、まず、マナチャージから。そうそうそう。はい。ここかな？そうそうそう。で、この左のところにやるんだけど、実際だとさ、下に並べるじゃんか。うん。うん、それじゃなくて、左に置くんだけど、うん、で、これがね、ミソで、うん、今黄色のマークついて、うん、もしかしたらここの説明は丸々カットしてるかもしれないけど、うん、はいはいはい、はい、じゃあどうぞ。これで、光のカードが使えるようになった。はい、はい、で、このはこれでおしまい。まあ紙の時と同じですね。うん、自分で考えてるのに。イエス。じゃあ相手のターン、うん、向こうもマナチャージしただけですね。そうそうそう。じゃあこっちの文字、赤のカードのマナチャージ。Yes。バーニングヘルですね。バーニングヘル。んと、これで火のカードをチャージしたことで火のカードも使えるようになった。あ、なんか。そうそうそう。色の付く位置が違う。うん。だから白でも赤でも2マナ出せるよっていう状態ね、今。うん、うん。あ、本当だ。1枚でもチャージされていれば、その文明のカードを何枚でも使える。そういうこと。これをさっき、なかなかと説明したけど、はい、もう必要なかったみたいね。言われてしまいました。はい。はい、まあ、つまり、今、白の1マナを2枚出すこともできるし、うん、赤の1マナを2枚出すこともできる状態ってことだね。うん、じゃあ、もうさっきの説明はカットしてるね、多分。はい。はい。どうぞ。今では何、文明の1マナのカードが2枚やったら、そう、両方プレイできちゃう。これもさっき言いましたね。うん。はい。
はい、ああ懐かしい、ヒーローメンの庭のクリーチャー、不死身らしくブログですね。これはかなり初期のカードだよね。じゃあこれを紹介してみようと思います。どうぞ。はい、よいしょ。うわ、あ、前面に出して今何か出たけど気のせいでしょ。何か出たけど、うん、さあ次ですね、一番左のカードをマナチャージしろと命令されてます。マナチャージして、じゃあタイラーとラウラギは召喚できますね、この場合は。そうだね、一回一枚使って、ラウラギは召喚、タイラーも召喚できるんで、タイラーも召喚します、ガンガンの速攻できたな。いやーいいですね、はい、召喚が解けたんで、じゃあ終盤に向かってパンチを。イエス、はい、アタック、アタック、あ、はあ、ああ、まあまあまあ、そうですね、そうそうそう、選べますね、はい、どれかを選べと言ってるが、まあ今はチュートリアルなんで左を選べと言われてる、はい、一番左で、さあトリガーは出るかな、出なかったと。まあブレイクには成功で、はい、あ、本当に何もなかったね。どこのサルバトルの何でしょうか。サンコス2000のパワーアタッカーか何かかな、ですね、あ、横はね、ブロックをさせられるのかな。そう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 、あ、横で、あ、で、ブロッカー、白のは、白の子はブロッカーだから、まあ、ブロックしろってことだね。タッチして、そうそうそう、ブロックする、タッチしたら、もうブロックすることになるんだよね、多分。あ、そうです、ね、で、OK を押したら、何なんか操作のミスはちょっと出そうな気はしますけどね。ちょっと危ないかもしれない。あとね、そう、今さ、味方のカードの左側のカードあるでしょ、に、矢印のぐるんってマークついてるじゃん、それがもうタップしてるよってマークなんだよね。それが実際のカードと違うんだけど、要は実際みたいに横にならないから、一瞬タップしてるかどうかが瞬時には分かんなかったりするから、まあ、慣れたら大丈夫なんだろうけど、慣れたらいけそうな、その辺はちょっと気になったかなっていう感じ、ちょっと分かりにくいね、若干ね、まあ慣れだろうね、それは、はい、次のは、パワー2000同士だからこうお互いに破壊されたと。そうそうそう、はい、はい、でこれは私のターンで、じゃあこれですね、これチャージして、じゃあバーニングヘル召喚できますね。バーニングヘル、これですね、なんか毎回のターン今何ステップですみたいなのないんですね。まあデュエマはね、あ、そっか、そうそうそう、マナチャージでメインでなんかしてもうバトルしたら終わりだからね、相手のターンだから、じゃあバーニングヘル召喚、このままローグで、シールドブレイクで、一番左ですね。これさ、テンポいいよね、なんかもうやることないってなったらもう自動的にバトルの方に進んでくれるから、あー確かに、テンポが良くていいかなと思う。なんか簡単にサクサクできそう、でシールドが、で、トリガー何もなし、なし、で3枚目、そろそろトリガーのエースも見たいな。なーい。お相手が殴ってくるのかな。はい、ブロッカーが出ましたね。ブロッカー。あ、あ、今のはスパイラルなんちゃらですね。スパイラルスライダー。スパイラルデートではないですね。うん。あ、そうですね。初めて呪文を見ました。うん。さっきの当て札に戻す効果かな。そうそうそう。あ、やっぱパワーアタッカーですね。アタックするときから3000。あ、シールドトリガー。シールドトリガー。シールドトリガーの、じゃあこれ発動で。あ、ちゃんと発動も選べるんです、うん、そうそう。演出、入れるよ。ね、カットイン。あれ、これ任せる空中って選ぶと。そうそう。あ、本当にガンガン進んでいくね。テンポがいいんだよね。なんかこういうカードゲームってテンポが悪いとやっぱりさ、どうしてもストレス溜まっちゃうじゃん、それがないっていうのはいいよね。なんかタッタゲーにならないのはすごくいいね。そう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 、あ、進化取れちゃう、すごいで引いたんですね。あ、もう今回はもうマナチャージ何もなしでこのまま進化なんですね。まあチュートリアルだから、まあ、4個下回ってるから、もういいよっていうことでしょう。あ、そうですね。あ、そっか。全部使えるんですよね。そうでした。はい。じゃあ、バレディオスに、進化。進化、進化。
しょ。平らを軽いですね、進化。進化をすると、うん、進化クリーチャーは出したターンに殴れるんですよね。スピードアタッカーなんですね。うん、じゃこれね、まあ、スピードアタッカーというかね、うん、進化クリーチャーはそうだからね。で、もう殴っちゃうと。うん、でダブルブレイクで2枚同時割りで。シールドがないと。ないと。まあ中途半端だからね。ね。うん。で、はい。ね、ダイレクトアタック。で、ダイレクトアタックで相手の死亡時のエフェクトが、こんな感じ。まあ分かりやすいか。分かりやすい。なんか、全然なんか、もっさりしてなくて、すごくいいですね。そう。そう、それがね、うん、俺も、プレイして思ったところ、うん、すっごいテンポいい、うん、すごいテンポいい、うん、だからねやると思う、うん、それは正直正直嬉しい、うんうん、やっぱねこういうデジタルカードゲームってもっさりしてるの多いんだよね、うんうん、エフェクトがめちゃくちゃ長かったりとか、そう、そうだからその点は、すごく評価高いね、うん、やっぱはい、ということで勝ったね、うん、はい、どうだった？バトル画面見てみて。とっても見やすいね。うん。うん。そう、若干ね、実際のカードとの違いは何点か、今、チュートリアルやっただけでもあったけど、うん、その分、テンポが良くなるような、変化というか、うん、うん。このわざわざカードをタップしないとか、うん。うん、マナも、左にやるだけで済むとか、うん、うん。うん。多分、テンポ重視でこういう、ちょっとした変化を加えてるんだと思うんだよね、うんうん、そういう意味ではすごくいいかなと思う。ちょっとマナ管理になれないかなっていうのもありますが、むしろ考えなくて済んだ、考えなくていいかい、うん、そうそう、考えなくて済んだじゃなくて、考えなくて済むようになったから、うんうん、むしろ楽だと思うよ、うんうん、何にも考えずに、あ、この色あるから出せるやでいけるから、うんうん、今後多色が出てきたらどうなるかは気になるけど、まあそれは多分だいぶ後の話かな。うん。うん、で、バトル前に出せる自分のクリーチャーは7体までで、シールドは最大10体の10枚まで、うん。あ、そう。これも、実際のリレーマとは違うところ。うん。制限があるんだね。そうそうそう。で、カードプールもオリジナルのカードプールだから、うん、このルールに合わせたようなカードが今後実装されてくるかなとは、うん。思う。そんな感じかな。はい。ルールも、やっぱ減るから、いつも確認できるみたいですね。うん。これはちょっと嬉しい、うん、絶対忘れちゃうからそうだね、あ、あなたのお名前、そうだ、名前教えてください、まずはね、うん、はいはい、じゃあまあさっさとやってまおう、はい、じゃあ、うん、これではい、かまぼこさんということで、かまぼこということで、はい、はい、まあそれはそうだよね、うん、俺もリョンで作ったから OK、 うん、はい、褒められました、褒め褒め、お名前だと思います、 Yes、 よし、アバターも、あ、そうそうそう、アバターもあんの、うーん、じゃあ、また一旦これで進めます、うん、じゃあ、OK、 OK、 始めます、はい、OK、 じゃあ、こっからようやくダウンロードかな、かな、うん、今から少し長いダウンロードになります。はい、スタートで、じゃあ、もう一息。一旦飛ばします。はーい。はーい。お、牛太郎もいる。はい、ではもう今日はここでね、終わりましょう。はい。うん。まあ最後にトップ画面見てね、うん、終わろうか。はい。はい、俺はボロミティウスが好き。私はね、悪魔神バラムがめっちゃ好き。なるほど。うん。次、出ればいいね。ね。お互い、そうだね、ボロメテウス出して、バロも出して、対戦ってなったら一番熱いけど、うん。うん、なんか、どうせ俺らのことだからね。ね。うん。多分お互いにお互いのカード引く気がするんだよね。うん、あるね。うん。うん、まあ、なんせ、楽しんでいきましょう。はい。ということで、また次回よろしくお願いします。さよなら。バイバイ。